まだ入れないって。まだ用意できてないって。お風呂の入り口がそこにあるじゃん。エキストラベッドとか出してくんないのかな。ああ。え？だって。すごい、こんなとこに大浴場がある。風鈴、草津みたい。へえ、これが大浴場。からも行けるってこと？ちょっと覗いちゃう？まあチェックイン前だけど。どこ湯がした？すげえな。そこ露天風呂。なんだこれ。あ、こうなってんだ。半露天。で、これが露天風呂。超ちっちゃいけど。いいじゃん。かっこいい。
涼しい。広いホテルだな。あ、これがさっきのロビー。そしてビーラめちゃくちゃ安いじゃん。150円。普通にコンビニより10円くらい安い。そんなのあったんだ。知らなかった。漫画も置いてある。あれ。これは知らなかったな。なんてこった。大広間って書いてあるからね。何かと。よいしょ。
おお、でかい雲がいる。超でけえ。見て。超でかい雲。昨日ね、お風呂場にも雲がいたんですよ。外観、今日はね、森の泉っていう、伊豆のホテルに泊まりに来てます。で、ここは結構安くて、素泊まりで、大人2人と子供2人で2万円切るくらい。で、うちの両親が夕食なしの朝食付きで2万円切るくらいなんで、かなり安い。でもその割に結構施設がしっかりしてて、露天風呂も綺麗だし。ただね、露天風呂はね、さっきのね、クモみたいなやつがね、昨日一匹出たね。で、ちょっと怖かった。あと露天風呂がね、外にあるんだよね。まあそれはこれから歩いてってみますが、まあ自然が多くてね、この歩道とかにも昨日蛇がいたんで、まあなかなかちょっと怖いかな。で、こっちはビラ島とかいうところらしい。こんなとこに喫煙所が。これ喫煙所だったんだ。これ木の森だ。機関スペースね。で、これが1階で、いやでも、あの大広間は、大広間ね、さっきの、は知らなかったな。なんかところどころこうやって古いからか立て付けが悪いのか閉まらないんだよね。こうやって虫が入ってきちゃう。よっしゃ、はい、ちなみに今日うちが泊まってんのは、こっちの
建物で、でこっちがビラとかいう建物。庭が広いな。昨日あっちまで降りれなかったんだ。そこにもベンチがあるけど、あれどうやって行くんだ。あ、ここか。あんまりね、昨日ヘビいたからな。こんな感じ。やけに水量が少ないな。よいしょ。奥に光ってんのがお風呂ね。この道歩きたくねえな。いやマジ昨日でっかいヘビがいたからな。ちなみに温泉は朝の6時からで、夜は24時まで。でアイスキャンディーが無料。あれがお風呂ね。でこれ、そこがレストランなんだけど、でこうやって外からも行けて、であそこは玄関で靴置き場が中にあって、で上からも行けて、で上の方は屋根がついてて、上の方がね行きやすいように感じるんだけど、あのね拡大するとわかるんだけど、よいしょ、下駄箱が外にあって、昨日夜行ったらあの下駄箱が虫だらけ。クモとかバッタとかセミとか。だからちょっとね、2階から行くのはあんまりおすすめしない。違う、ここは夏はね、虫が多すぎるね。マジで。あとなんかでかいクモとの遭遇率が高い。昨日いたでかいクモ、お風呂場にいたクモも、大浴場の屋内にいたからね。で、ここをこうやっていくと、あれが大浴場。で、ヘビはそこら辺にいた。この階段の下あたり。すげえでかかった。ここにいたんだよね。で、向こうの方に逃げてっちゃった。で、これがお風呂ね。お風呂は昨日取ったからもういいや。お風呂は昨日チェックイン待ちしてる時に結構早く着いちゃって、2時半に着いちゃって、で、チェックインが3時からで、で、まだ準備できてないんで、ラウンジで待っててくださいって言われて、で、ラウンジが、ドリンクバーの機械が置いてあって飲み放題だから、そこで30分くらい待ってる間に、一人でテクテク歩いて、この館内散策して、で、お風呂場の中も見てきました。ここのね、
露天風呂はね、多分ね、循環しかしてない。で、循環は循環なんだけど、外に溢れ出た分を追加しないんだよね。多分センサーがついてないのか、作動してないのか、わかんないけど。だから昨日30分くらい入ってる時があって、で、ちょっと混んで5、6人くらい入って、で、ザバーってこうお湯が外にオーバーフローして流れ出ちゃって、で、その後一気に人が避けていなくなって、で、それを眺めてたんだけど、溢れ出て、普通だとその溢れ出た分って追加でセンサーがあるから、ある一定のこう水位まで下がったら自動でお湯が補給されるはずなんだけど、全く補給されない感じで、深夜最後に行った時には結構お湯が減ってて全然追加されてなくて、ただ温度だけはあったかかったから、循環してお湯は回してるけど追加はしないっていうやつなのかな。だからどうなんだろう、露天風呂は結構汚いかもしれない。あ、でも循環してるから綺麗は綺麗か。ただ追加がないっつうのはね、内風呂はね、ドボドボ出てた。でも露天風呂は全く出てなかった、そのお湯を出すところから。よいしょ、これ外にベンチあるけど虫が多くてね、ゆっくり座ってらんないんだよね。で、昨日はここで噴水ショーがやってましたね。あのでっかい雲がいなきゃ、あそこからまた大広間に行きたいんだけどな。まだいるかな。雲はね、退治してほしいな、怖いから。あれ、いなくなってる、いなくなってるけど逆に怖いから行くのやめよう。じゃあこのままちょっとフロントの方まで。